ガマットスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマは開幕戦ガンバ対鹿島の感想会です。はい。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、まあ残念ながら敗れてしまいましたけど、はい、まあね、まだ開幕やっと始まったってところなんで、まあ、ちょっと元気出していきましょうよそうですね。まあ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 、まず無事に開幕行われた、これをプラスに捉えていきましょうということでね。まあ開幕は当然現地に応援しに行ってたマッキーに感想を語ってもらいましょう。はい、お願いします。まあどうなんですかね。いやー、まあそうですね。まあ開幕戦なんでね、お互いこうやっぱりこう見合うというか硬い試合になるのかなって勝手に思ってたんですけど、思ったよりね、立ち上がりから球際もバンバン激しくいってて、で結構早い時間にね試合も動いて。うん、まあ試合自体は面白い展開になったのかなとは思いますけどね、うん、いやまずスタメンのところ、まあ形は予想通りで、でまあキーパーよね。まあ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 、これはまあ何かしらのアクシデントがねあったとしか考えられないですけど、うん、まあまあまあ、ただ今日の石川選手のプレーはすごい良かったですよ。いやほんまになんかほんまなんていうんだろう、去年と変わらずシュート飛んできてたなまあ本当にね、あのそうですよ、中身はね本当にキーパーのセービングのシーンはめちゃくちゃ多かったし、多分5点ぐらい崩れてるんじゃないですか、うん、石川選手。うん、まあ特に後半はねちょっとまあ1人少ないっていうのもあって、うん、だいぶ押し込まれてる時間とかも長かったし、まあ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 、まあ、逆に言うとあれやね、まあ、あの、まあ、退場者いてビハインドでも、まあ、諦めずに攻撃するとこは行ってたよね、ガンバは。いや、そのね姿勢が見れたのが良かったですよね。やっぱサポーターね、そういうところも見てるし、うん、現地のサポーターとかはその戦う姿勢とか、もちろん結果出してほしいけど、まあね、3点目上田綺世選手取られた時もまだまだ行こうぜみたいなね、こう雰囲気というか、なんか声かけもできてたのかなと思うんで、まあ、その辺は片野坂さんがね、その戦う姿勢みたいなところはずっと言ってるんで、うん、その辺はこれからねさらにあの選手個々にもあのついていったらいいかなと思いますね。まあね、まあ、じゃあ、 あの問題のあのシーンですけど、いやー、まあ僕はね現地にいたんで、あの現地に目線で言ったら、まあ正直細かいところは分からなかったんですけど、なんかパトリックいらんことして鈴木優真選手めっちゃ痛がってるなっていうのはまあ見えるわけじゃないですか。うん、で、あ、これやばいかもと思って、まあレッドカード出て、まあ正直現地的にはまあパトリック選手がいらんことしたし、まあしゃあないかなと思ってたんですけど、うん、リプレイ見れば見るほど、んーってガンバサポ的には思っちゃいますよね、正直。いやいや、ガンバサポめっちゃ怒ってるよみんなまあこれはね、ただね、あの一つ言えるのは、そのパトリック選手、そのレッドカード退場のシーンの前にも関川選手とね競り合いで、うんうん、多分審判に注意されてるんですよ、ちょっと気に荒いよみたいな感じで、はい、うんうん、その直後のあれなんで。でもやっぱ両方イエローぐらいが良かったんじゃないかなと思うけどね。いやー、まあ正直ね、まあそうでしょう、まあ、ただなんですけどね、ただやっぱなんかあの結果鈴木優真選手のファウルやったじゃないですか、あれが、うん、パトリックの足を掴んだところで、はい、まあ、そこで一旦まあプレーが終わったと考えれば、うん、ある意味そのプレー以外でのちょっとそのね暴力的な行為みたいな、うん、やり方で、まあ、レッドなのかなっていうところあるけど、うん、
まあ、そもそも鈴木優真選手が足掴んでるっていうのもあるし、まあ、多分記事はほとんど当たってないはずやんな、多分当たってたとしても、あんな痛くはないし、まあ、当たったらそれは、まあ、あするのはまあ分かるけど、まあまあ海外サッカーとかでももう普通にそういうのはね、まあある意味騙し合いっていう言い方よくないかもしれないですけど、そういうところは普通ですから、まあある意味だから鈴木優真にうまくやられたで、当然まだがそのね肘をちょっと振ったパトリックも悪かったけど、うん、いやまあせめてイエローで、ある意味鈴木優真から仕掛けてるようなとこもあるし、お互いイエローライなんちゃうみたいな思うけどな。そうやね、まあだからそこ審判の方がね、もう慌ててレッド出すんじゃなくて、多分映像をしっかり見てから、はい君たち良くないですよ、お互いにイエローねって判断してくれると一番ベストやったんですけど、まあ審判の方のね目にはすぐパトリック選手がもう肘をガーンってやったのが見えたんでしょうね。まあ正直ね、まあ11対11で見たかったね、はっきり言って。あの時点で2-1だよな、まあ、まあただ多分、うん、2-1で負けててかつ退場なんで、まあちょっと苦しかったですよね、うん、正直、うん、まあただ本当に厳しい試合にはなりましたが、選手のまあ諦めない姿勢であったりとか、まああとは後半から入った相変わらずキレッキレの山見選手、今年も期待していいんじゃないでしょうか。うん、あのゴール裏の雰囲気はどうでした？まあ、今日はね、まあ試合後の挨拶行った時もすごいこう拍手というか、うん、まあ、もちろんねブーイングしてはいけないっていうのはあるんですけれども、まあもちろんねこう審判の方へのこうジャッジのところで不満っていうのはもちろんあるとは思うんですけれども、それ以上にガンバの今シーズンへの期待というか、こっからやぞっていう後押しが感じられたんで、すごい負けはしましたけど、まあこれから期待してるサポーターがほとんどじゃないですかね。あ、まあまあまだ一試合ですよ、まだ一試合で、まあ、はい、まあいいですね、はい、みんなもうちょっとまあ多分戻ってくるであろう人がねちらほら来るし、まあただこのスタメン見たとき、まさか柳沢選手が3センターバックの一角をするとは思ってなかったですしね、ましてや左、うん、いやでも4なんかなと思ったけど、いやでも4にしてもとか思って、そうやなそうそうそうほんまに、まあまあ片野坂さんなんでね、こういろいろ考えてのこう起用だと思うんで、まあちょっと今シーズンまたいろんなパターンがね見れるかもしれないんで、そこは楽しみですね。でもまあね、いやね、片野サッカー90分見たかったんで、本当にちょっと一人かけたのだいぶ痛かったね。ただ小野瀬選手のゴール見ましたか？いやいやいや、なんかちょっと一瞬時間が止まったみたいになってなかった？コーンスンテもね、もう見送るだけのあのビューティフルゴール、なんかなんていうの、すごかった。思ってるコースじゃないから見てるこっちもさ、うん、もうそれキーパーなるわなみたいな。あ、確かにニアハイズドンハーフボレーな、あれ気持ちよかったな。いやちょっとね、しかもあのさ返し方もめちゃ良かったやんか。そやな、だからさ全然あるぞと思ってたら、ちょっとミスからの失点退場ってボンボンってきておーってなったな。そやな、まああのミスからの失点は去年からなんかあんな感じのシーンよう見るような気がするけど、いやでも今年はほんまにでもそういうことがまあね、序盤は特にそうですね、まあ、ちょっと我慢しながらのところではある。いやほんまにね、片野坂さんの目指してるサッカーっていうのの一つと思いますし、まあこれはもう致し方ない、うん、最初はね、まあ、それで負けまくってたら困んないけどさまあまあまあいいシーンもねありつつ、新しいガンバも見れつつっていうところで、まあ悔しい結果にはなりましたから、ここからね這い上がっていきましょう、はい。まあ、次浦和ですけどね、まあ、浦和は今節ね昇格組の京都に敗れると、うん、ただね、
全く油断できないでしょうね、普通に。もう当然ですよね。まあ浦和も連敗はっていうところで気合い入れてくるでしょうし、まあ厳しい試合になるんじゃないですか。まあまあ、なんか耐えるとこ耐えんとちょっとね、厳しい試合になるというか、まあ打ち合いしてくれてもいいけど、まあ、せやな。まあまあ今シーズンのガンバはね、その去年みたいな守って守ってっていうのじゃなくて、攻撃もしっかりねボールを持ちながらしたいはずなんで、まあそういうところも見れたらいいなと思いますし、まあセカンドキーパーね、石川選手も本当あんだけビッグセーブしてくれたら安心ですよ。うん、まあ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 これからですよ、ガンバサポさん。はい、まあまあまあ、ここを引きずるとね良くないんで、まあ、一旦次ルヴァンカップ大阪ダービー挟んで、ここもしっかり気持ちよく勝って、もう一回リスタートしましょう。じゃあね、みんなでまたパトリックに応援メッセージ送って。じゃあね、うん、チーム一丸頑張っていきましょうよ。はい、頑張っていきましょう。では今回この辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。